今回のテーマは最強の記憶術とも言われる場所法。はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回のテーマはですね、最強の記憶術とも言われる場所法。僕自身ですね、医師国家試験だったり、あと司法試験や頭脳とかね、もうたくさんの知識を詰め込む機会がかなり多かったわけなんですけど、そういった勉強の中でたくさんの記憶術を駆使して無事乗り越えてきました。その記憶術はですね、例えば語呂合わせだったり、あとストーリー暗記法、この2つについては、まあ、僕自身の著書でも紹介してるんですけど、また別の機会でお話ししようと思います。で、今回はですね、その本当に最強の記憶とも言われる場所法、僕もねしょっちゅう使ってた方法について紹介していこうと思います。まあ、その最強のっていうのは僕が勝手に言ってるわけじゃないんですよ。本当に論文とかでいろんな研究とかでその本当に最強だっていう風に示されてる記憶法なので、しっかりねマスターしてもらえるとすごく強力な武器になるんじゃないかなと思います。それでは早速やっていきましょう。早速ですね、場所法とは何かについて話していこうと思います。場所法、皆さん聞いたことありますかね。場所法っていうのは、例えば記憶力コンテストみたいなのに出てる人はもう必ず使ってると言っても過言ではない。もうね本当に定番中の定番で、すごく汎用性があるんですよ、使い勝手がいい。だから僕もしょっちゅう使ってるんですけど、その場所法の根底にある考え方、その理論っていうものは、人間の記憶っていうものは場所に紐づいてるものがすごく強いということですね。どういうことかと言いますと、例えば今日学校に行った方は学校の昼休みを思い浮かべてください。で、昼休みの時に自分が座っていた場所っていうものを思い浮かべてあげると、座っていた場所を軸にして、その右に誰がいて、左に誰がいて、前に誰がいてっていうのが思い出せるっていうことなんですよ。要は自分の見てる光景っていうものの中にものがあると、そのものっていうものがその場所と紐づいて自分の中で思い出されるっていうことなんですね。これを利用するんですよ。つまり自分の馴染みのある場所に次々と覚えたいものを置いていく、そうすることによって記憶に定着するというわけなんですね。多分言葉だけだと分かんないので実際にやってみましょう。まずあなたの家を思い浮かべてください。家の玄関から入るということを想像してみてくださいね。そうするとまずドアを開けて玄関があります。そこを場所1としましょう。その場所1を起点として、あとじゃあ3つぐらいね場所を決めてほしいんですけど、例えば、トイレとクローゼットとあとシャワー室、この3つを思い浮かべてください。まあその頭の中でまず玄関入って、その後トイレ行って、その後とことか歩いて行って、クローゼット行って、とことか歩いて行って、シャワー室行くというのを想像してください。そこをスポット1,2,3,4とその順番に巡っていくんだっていうことだけを覚えてください。そうしたらあとはもう準備は万端なので、あとはそこに物を置いていくだけなんですよね。今から4つの単語を言うので、その場所に置いていくということをぜひしてください。まず1つ目リンゴ、2つ目クリスマスツリー、3つ目エナジードリンク、4つ目ピカチュウ。今4つあるじゃないですか。これを今言われた順番に場所を置いていくんですよ。1つ目リンゴってなったら、まず玄関開けた時にリンゴがあるのを想像してほしいんですね。で、コツというのはリンゴをすごく極端なものにする。数をめちゃくちゃ多くしてもいいですし、めちゃくちゃ大きくしてもいい、あるいはめちゃくちゃちっちゃくしてもいいんですけど、とにかく自分の印象に残るような形でリンゴをボーンと置いてあげると。例えばドア開けたらリンゴがブワーッと目の前にもう山のようにたくさんあると。次クリスマスツリーですね。で、それを今度玄関から入っていってトイレですね。そのトイレにクリスマスツリーがあるというふうに想像してください。で、そのクリスマスツリーを、まあ要は突っ込みどころ満載な感じにすると脳にすごく残るので、例えば便座、便器の中にクリスマスツリーがバッとぶっ刺さってて、バッと出てると。おお、なんで誰がこんなところにクリスマスツリー置いたんだっていうのを想像すると。想像できましたか？頭の中の光景として思い浮かべるんですよ。で、その次、エナジードリンクですね。そのエナジードリンクをクローゼットに入れるというわけですね。だから、今度トコトコトコと歩いていって、クローゼットを開けますと。そうすると、クローゼットの中にエナジードリンクがたくさん置いてあってもいいし、なんなら、エナジードリンクの液体がブワーッと流れ出てきてもいいんですよ。で、こう、開けた瞬間に、ダーッとエナジードリンクが流れてきて、ウォーってなるような、そういうイメージをすると。で、4つ目がピカチュウですね。
で、それがシャワー室にいると。だからシャワー室、こう、パカッ開けたら、例えば湯船使ってていいんですよ、ピカチュウが。で、ピカチュウがこっち見て、ピカーってこう言っててね、そういう感じのイメージをしてもらえればいいんですよね。っていうのを覚えてくれれば、あとはそこを辿っていくだけなんですよ、思い出すときは。まず玄関行って、ドアを開けます。お、リンゴが落ちてきたってなるんじゃないですか。次、トイレ行きます。トイレ開けたら、え、なんでこんなところにクリスマスツリーが刺さってんだろうってなりますよね。今度は、クローゼット行きます。クローゼット行きます。開けた瞬間に、ふわーっとエナジードリンクが流れてくるんですよね。エナジードリンク。四つ目、シャワー室入ると、ピカチュウが入ってるんですよ。で、こっちでピカって言ってるというわけですね。これで四つ簡単に覚えられるんですよ。まあ、四つあったら、それはね、当然覚えられるというふうに思えるかもしれないんですけど、これがね、実は20個、30個、40個、50個とかなってっても、こうね、覚えられるんですよ。だから必要なものはどこに場所を置くか、これはスポットっていう風に言うんですけど、今4つのスポットを決めてあげたわけなんですが、その用意するスポットの数を増やして、どの順番で物を置いていくか、どの順番をたどって物事を思い出していくかっていうことだけをあらかじめ準備しておくんですね。それをすることによって、あとはもう完璧に見たいもの、50個の例えばリストがあったら、そのリストを頭から、ここにこいつをこういう風に置くと、たくさん置いてあげる。そして次にここに置いてあげてっていう風なことをひたすらしていくだけで、気づいたらね、もう50個覚えてるんですよ。そこ辿っていけば、その都度その都度、なんでこんなたくさんのリンゴがあるんだってツッコミを入れながら回っていけば、きっとね、覚えてるはずなので、ぜひね、そのスポットっていうものを自分のね、身の回りのあるところ、例えば自分の家だったり通学路だったり、いろんな場所があると思うので、自分なりのスポットをたくさん作ってあげて、作ってあげれば作ってあげるほど大量に物事を覚えられるようになるのでね、ぜひ活用してもらえたらいいなと思います。まあ僕自身はですね、今のところ多分50個ぐらいのスポットは用意しているので、50個のものだったら確実にすぐね、その場で覚えられるなという感じですかね。ということで、今回は場所法について紹介してきました。ためになったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントにこういう動画出してほしいよっていうものを残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。